森助が大物ゲストを連れてくるらしい。大物ゲストって誰なんですかね。ただいま戻りました。わお、確かに大物。森助、この方は広島市消防団マスコットキャラクターのヒロピーです。まあ、かわいいアヒルね。鳩です。ところで今消防団って言ってたけど、消防署とは何が違うのかしら。確かに言われてみると分かりませんね。ならばみんなで調べようぞ。はい。消防団の活動を知ろうの巻。五郎校一行は消防団を知るために講師を呼んだ。はい。消防署と消防団って何が違うんですか。消防署は消防隊員が24時間体制で勤務しています。消防団は会社員や学生などが普段は各々の仕事を持ちながら、災害が発生した時など消防隊員とともに災害活動に当たります。消防団に入るための条件は何かしら。18歳以上の健康な人で、広島市に居住または通勤通学している人であれば、どなたでも入団することができます。もちろん女性も大歓迎です。消防団員になりたい場合は最寄りの消防署までご連絡ください。消防団って言ってるけど、消防署があればいいんじゃないのか。消防団は消火活動をはじめ地域に密着して様々な活動を行っています。去年7月に起こった豪雨災害での活動においても、消防団員の役割はとても重要なことと実感しました。消防団は地域防災には欠かせない頼もしい存在じゃな。はい。おはる、どうしたのじゃ。残念だわ、私消防団員になれないんですもの。いや、18歳以上の健康な人であれば。だって私まだ18歳じゃないから。やれやれ。五郎校さなかの教え。一つ、災害発生時に消防活動の一翼を担う消防団は地域に欠かせない存在じゃ。二つ、消防団は18歳以上の健康な人で、広島市に居住または通勤通学している人であれば誰でも入団することができるぞ。3つ、消防団に入りたい場合は最寄りの消防署へ問い合わせるのじゃ。広報誌広島市民と市政最新号の一面は、夢にまっすぐ新しい扉を開こう。その他お出かけ情報も満載です。郵便局、ご覧の金融機関、イオングループ、夢タウン、夢マートなどでも配布しています。月間プレゼント、森助の武器サインボールをプレゼントするわ。番組ホームページから応募してね。待ってるわ。次回は地域猫について学ぶのじゃ。